西田昌司がズバッと答える一問一答のコーナーです。今週はですね、シュクラメンさん、10代東京、男性福岡の方、磨き猫さん男性40代東京都、塾講師 A さん男性40代東京都の方々からですね、いただいた、いわゆる西村、コロナ担当大臣がですね、東京都の第4回目の、昨日から始まったんですね、緊急事態宣言に対してですね、応じてもらえない、この店の情報共有、関係省庁が連携して金融機関とも連携してですね、金融機関やそれからお酒を売っているですね、卸屋さんから、圧力をかけてもらうような、趣旨の発言をしたわけですね。まあ、これが大炎上になって直ちに、撤回をされたんですが、これはどういうふうに思われますかという質問であったわけです。で、私も聞いたとき本当に何考えてんのと、ね、ありえないと思いましたね。あの西村大臣がですね、そういう発言したのはおそらくですね、緊急事態宣言出すんだけれど、なかなかですね、今までからもうすでに辞め営業されている方がおられますよね。で、それで結局いくら出してもですね、効果がないと。で、ないからその効果を上げるためにですね、金融機関や、お酒屋さんに行ってですね、そういうところのには、このお金を出したり酒を渡したりしないように、でそれで営業を止めようと、こういうことなんですよね。でもそれは全く逆さまでしょう。やるんだったら、私だったらこういうわけですよ、ね、辞め営業されている方々、ぜひ、今コロナ蔓延の、防ぐためにですね、ご協力いただきたいと。でそのご協力いただけるようにするためにですね、その保証、今1店舗あたり、4万から6万ぐらいですかね、大きいとかもうちょっとあるんですかねぐらいなんですけれども、それをもう少しですね制度を充実させますから、その保証を、皆さん方お渡しするので協力してもらえませんかと。でそれまでの間は、金融機関の方にですね、お金の融資を、してもらってくださいと。で後にその保証でですね、その分は返済できるようになりますから、ぜひ、ご協力お願いしますと言えばね、これは聞くと思いますよ。お酒屋さんというか、飲食業者もですね、あそれならまだと分かるんですが、要するにそういう保証の金額が、まともにもらってないからですね、もうやむにやまれず営業されているという方がですね、やっぱり多いわけなんですね。だからここは保証の、しっかり充実させるというのが、先の問題で、それをですね言うこと聞かないやつはですね、この強権で、お金を貸さないようにさせるぞと、お酒を提供させないようにさせるぞというのは、これはそういう権限も大体ないですしね、政府にはっきり言いまして、それはちょっとダメでしょう。でそれぐらい、ちょっと西村大臣も焦った発言だったと思いますね。で本人は、反省しておられるようですけれども、なんでそういう、失言になってしまうのかと、というとですね、要するに事の本質が見えていないんですね。というのはまず私が何度も言ってますけれどもね、そもそも緊急事態宣言出して、ね、営業のこの自粛を要請しますけれども、その要請の仕方がですね、その本当に意味のある要請になっているのかということですよ。で一つはですね、例えばその前まん延防止期間というのがありましたね。でまん延防止から今度は、酒類を提供も止めてしまうんですけれどもね、お酒を飲んだからといって、それから営業時間が長いからといって感染するのかといえばそうじゃないですね。で結局感染原因というのは飛沫だということが、免疫が飛沫だということが分かっているわけですから、大きな声でまたどんちゃん騒ぎをして、それが長時間に及ぶ、しかもですね、この小さな空間の中で換気もない、こういうことが揃うとですね、これ感染するリスクが非常に高まるんですよ。だからそのリスクを下げればいいわけですよね。だから例えば換気がいい大きなところで、もっと言えば屋外なんかでしたらね、基本的に換気というか空気はずっと入れ替わってますからね、直接の飛沫の、かからないような仕組みね、ここに前にボードを置くとか、それから私がよく見せているこの会食用マスクですよね、とかするとかね、要するに具体的にそういう基準でやると。でそれから時間もどんちゃん騒ぎになりかねませんからね。だからお酒飲んでどんちゃん騒ぎになりかねないんだったら、まずは時間制限をかけると、
何時から何時じゃなくて、入ってこられたら2時間から2時間半でね、この出てってもらいますと、それでお開きにしてくださいというふうにするとかね、さまざまな具体的な、エビデンスに基づいた対策というのはできるはずなんですよね。ところがこの1年半2年経ってきてるのにね、いまだに同じことで意味のない止め方をしてるわけですよね。でそれで、そういう形で結局、止められて、でしかもいわゆるこの協力金をですねもらっておいて、まあ、あの店を閉めてる方がですね、マシだというお店にとってはですね、つまり規模の小さいお店 でしたらね、まあ、そういう対応もですねできるかもしれないけれども、ある程度大きな規模で、しかもチェーン店などをやってるようなね、大規模なところではですよ、固定費がものすごくかかるわけですよ。家賃から人件費から、人件費もアルバイト、切ってしまったら、それで次来てもらえるかどうかわからないから、ある程度の人はですね雇っているわけですよね。いずれにしましても固定費がものすごくかかるところではですね、そんなあの何万円程度のですねあの保証金ではとてもやっていけないわけです。だから私が何度も言ってますけれども、保証を出さなきゃならないんだけれども、保証の金額というのがですねそれだけ大きなところになってくると、算定して具体的にいくらだと、これ見るのがまた時間かかっちゃうわけですよ。で要はそういうことですから、まずは融資で、この倒産防止のためにですね融資を受けてくださいと、でそれから雇用調整助成金なども受けてですね雇用を守ってあげてくださいと、でそして、それでしばらくの間はお店を閉めていただいても、その倒産することはないでしょうと。しかしその後ですね返済が始まるようなことになってきたら、当然ここで資金繰りが大変になってくるわけですね。今まで売り上げなかったのに、必要以上のお金を借りてしまったものを返していかなきゃならないわけですからね。だからその時になって私が言ってるのは、確定申告出せば、コロナの年度で、どれだけ赤字があったかで、固定費の方が売り上げよりずんと大きいということになればですね、当然赤字申告になるんですよ。その赤字申告分がですねまさにコロナによる被害額ですからね。だからその分を、返済額と、どちらか小さい方をですね債務免除をしてあげると、でそうすれば、その債務免除で、結局保証をもらったのと同じことになりますよね。でそのことによって、倒産防止もできるし、コロナの後の、この営業継続もできると、まあ、こういうことなんですね。だからそういうような、具体的なですね、支援策、まあ、これがあって、でそれと同時に、営業自粛をしていただくときに、例えば今言ったようにある2時間制限とかね、お酒というような一方的なそういう話じゃなくてですね、お酒も飲んでいいけれども小さい声でね喋ってくださいねと、それから換気のいいところでやってくださいねとか、そういう基準をつけていってですよ、やればですね営業もできるし、また、営業を止めることもできるし、保証があればですね、そしてさらにはそういう形の営業を続けておられる店があればですね、一般の国民の方も、自粛で自粛疲れならなくともですね、ちょっと今日は一杯やって帰るかと、でもまあ短い時間だけねと、こういう形でですね市民生活にも、それなりにですねストレスを発散していただきながら、このコロナの、が過ぎ去るのをですね我慢することができるんですが、まあ、そういうことは全然やってないんですよね。方法はそういう方法です、方向ですよ。ところがそれじゃなくて、まあ、どなたにこれこういう入れ知恵をされて西村さんが言ったのか知りませんけれどもね、今回のこの発言は本当にまずかったと思います。ですから方向性がですね、要するになんで協力できない店があるのかと、それからもっと言えばそもそも国民はですねもう自粛疲れでもう大変ストレス溜まってるわけですよ。でそのストレスも発散してもらわなきゃならないし、でまたお店の営業もそれなりに続けていかなきゃできないし、じゃあ本当に辞めてもらうんだったらそれにふさわしいだけの保証を出していくと、まあ、こういうことをねトータルで考えていくと私の言ったようなことになるはずで、ちょっと西村さんの言ったようなことはですね本当に大きな間違いだと私は思います。まあ優秀な方なんですけれどね、本来ね、なんでこういうことを言ったのか、いやひょっとしてですね、こういうことを西村さんがやったんじゃなくて、何か役所同士でですね金融関係とか国税とかと話をしているようですからね、これ
こんなことを言ったら、普通だったらね、西村大臣この発言やるとちょっとやばいですよというのを止めるはずなんですよ。止めずにこの資料を渡してね、やらしたというんだったら西村さんをやっつけてやろうとというね、うがった見方をすると、役人側からね、そういうはめられたのかなということを考えてしまうほど、ちょっと私は稚拙な発言だったと思います。ということで本日は、先ほどの3名様から質問いただきましたが、全体ではパテントアイランドさん、OOOさん、ヒロゲンさん2通、サバタマンさん、匿名希望さん、 AT ハピネスさん2通、黒沢浩二さん、渦中のクリムスさん、相馬さん、川口正弘さん2通、塾講師 A さん3通、ドクターさん、積極財政推進本部さん、佐々木徹さん、三宅猫さん2通、日本の誇りさん、シクラメンさん、三日の子さん、岡崎亮太さんが2通、550円さん、瀬田ひかるさん、福島忠之さん、梨沢節造さん、以上30通いただきました。ありがとうございました。